ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。ルパン三世魔術王の遺産、続きやっていきたいと思います。大聖堂1階、水差しね、手に入れましたので続きやっていきましょう。アポロンが天頂よりダフネを照らすとき、栄誉が大地をたたえ、勝利への、とにかく置いてみる？なんだ？なんかが動いたな。反対側かな。引っ張ってみよう。水差しを照らしたな。ということは反対側もレバーがあるんじゃないか。には平成のゲームですよ。これだ。昭和の人間でもね、推理はできるんですよね。水差しを、どうなる？ん？なんか鳴ったのか？みんな手伝ってくれてもいいのにね。こんなにいっぱいいるのに。あ、地下。さて、ランドルフ2世のお宝を拝みに行くか。行きますか。さあ行くぞ。一本道だな。なんだあいつは。え？怖い怖い怖い。これ何？めっちゃ怖いやん。大聖堂の地下、午前1時。何かの仕掛けになってるみてえだな。フジコ、テレーゼ、あらららら、ら、ルパン、飛び降りろ。ルパン、返事しろ。ルパン、チキショー。
何か書いてあるな。戦士に二つの力を与えよう。なんだそりゃ。こっちにも何か書いてあるぞ。何何。一つは剣へと汝を誘い、一つは盾へと汝を誘う。それぞれの試練が果たされし時、勝利は栄光への道を開くだろう。このレリーフは剣と盾ということか。ゴエモン、しくじんじゃねえぞ。お主こそ気を抜くな。行くぞ。参る。先にプレイするキャラクターを選択してください。え？次元から行きましょう。次元大輔。おお、久しぶりの次元。あ、装備は変えられないんだね。あ、これこういう形になって役に立たなくなったね。行きますか。ついにアクションゲームになったね。なんだな。あらや、めっちゃ撃たれてるやん。なにこれ。ダメージ受けてるじゃないか。やばいな。なんかの戦いが始まってますよこれ。緊張するな。さあ行こうか。めっちゃダメージ受けた。キー。エイドキット。まいったな。エイドキット7つ。スタミナが少し使いましょう。エイドキット1個取って、エイドキットを使ったから、チャラですね。あれ？今んとこ行けたのか。どうしたらいいんだ？あ、こうか。次元落ちるなよ。え？どういうこと？え？どういうことですか？これは。これか。なんか今光ったよね。なんか今落ちなかった？違うのか。
かったよね。ほら、やった。なるほどな。チェックポイント。なんかボスがいそうな雰囲気。なんかいる、何かがいるぞ。おい、あいてててて、逃げろ逃げろ。ここはもう敵倒…おっとっとっと、痛いなこの野郎。いやー緊張するけど楽しいな。挟まれた。いてててて、まだ来るか。セーブポイント、あれ、セーブポイント来たね。今セーブしとこう。私いつやられるか分かりませんからね。マップはどうなってる。おお結構広いな。突き進むか。なんだ、行き止まりか。ゴエモンか。違う。誰だ。相変わらず運のいい野郎だな。なんだこいつは。クルツか。おめえが下手なんだよ。次はこっちから行くぜ。おめえが下手なんだよ。やばいやばい、接近戦はやばいか。これ相手で、いてててててて、あ、やばいやばいやばい。
体力あるなあいつ。上がってこい。なかなか、おお、突っ込んできやがったかこの野郎。耐えたと思うけどな。おっと、あいて、あいつの弾を避けられるぞ。来いほら。開いて。おお、すげえ接近戦。痛い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 、もうラッチが開かねえな。やばい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 。まだか。こいつ、これだけ与えても死なないのか、こいつ。こいつ無敵か。お、開いたぞ、道が。あ、そう。どうだこの野郎楽しいなあ。開いてて、よし、やれ。アバよ、勝負は預けた。またなんか出てきたな、ジジイ。
で進むぞ。お、剣だな。はい、今回はここまでにしたいと思います。次元大輔、次五右衛門かな。いや面白かったな銃撃戦、これがもうね、次元楽しすぎるでしょう。なんたって弾無限大に撃てますからね面白い。最後までご視聴ありがとうございました。次回の五右衛門もお楽しみに。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。